ボンジューフランスの宣伝部長マチルダです。今日はこのすぐ近くにある在仏日本大使館に行きます。皆様に国籍のことで動画を出したのですが、聞きたいと思うんですが、日本のパスポートはどうしたんだと。ということで今日はパスポートの喪失届、パスポートじゃない、日本国籍の喪失届に行きたいと思います。実はこれ2回目で、フランスの、ね、国籍をもらったって手紙が来た時点でもう私は日本国民ではないっていう、その法律を知っていたので、なんでね、もうここに来て喪失届を出そうというこの日っていうか、その日はもうね、なんかこう、あ、日本とさよならだとか、もうこの道を通ることはないのかなとか、さあお世話になったな大使館とか、いろいろね、もう本当に日本のこととか、いろんなこうことがわーっとこう浮かんできて、で、まあちゃんとね、その手紙をもらってから3ヶ月以内に行ったんです。まあ持ってったのがパスポートと、あとはね、その国民のカードがあって、それを持ってったんですね。あとは日本のパスポートかな、あとはそのまあセレモニーといって、来た人たちがこう集まって、なんかこう儀式というか、まあ式典があるんですよ、ちょっとした。それのね、招集所も確か持ってったような気がする。それでまあ行ったところ、いや、これじゃ受け取れないっていうことで、え、なんでですかって言ったら、その式典の時にもらう紙がいるんだって。そこに書かれた内容のものが、まあ、紙が必要で、それを持ってきてくださいって言われたんです。でもそれを、ね、渡すのはいいんだけど、渡すとなったら3ヶ月過ぎちゃうんですよ。だってその式典3ヶ月後だ、もう越してるから3ヶ月なんて。したら、あ、大丈夫ですよっていうことで、遅延証明を2枚書けばいいっていう話だったの。ちょっと待って、遅延証明ってさ、フランスにはさ、フランスのこうリズムがあるじゃん、物を出したりね、何する、そういう式典はいついつって、人がいっぱいだからこの順番ねとかね。で遅れたってさ、それ勝手にさ、日本が作ってるルールじゃん、3ヶ月以内に出しなさいって。でもさ、国的には無理なわけじゃん、こっちで。え、私のせいでもなく、フランスのせいでもないよね。ただ単にその法律があるためにですね、そうしなきゃいけないわけでしょ、結局。で、何、その遅延証明2枚とまたその紙を持ってもう一回来なきゃいけないのみたいな話になって、へえ、二重国籍とか言われるわけじゃない。で、結構それって大問題的にみんな言うわけでしょ。だからさ、急いでちゃんと3ヶ月以内に行ったわけじゃない。で、しかもフランスでもらったパスポートと身分証明書持ってってるのっていうか、発行されてるわけじゃない。でさ、偽造してそんなの持ってって、いや、私もう日本人じゃないんでみたいな風に行く人いないと思うのね。まずそんなわざわざフランスのさ、物偽造して作ってまで日本国籍を失いたい人ってさ、そんないるのかなとか、もうびっくりしちゃって。そんな犯罪なんだったら、ちょっと私泥棒になったような気分になっちゃって、私せっかく出頭したのに証拠持ってこいって感じみたいなそこでさ、普通ね、返さないで受け取っちゃえばいいのにと思ったんだけど、なんだかわからんけども、まあ、受け取ってもらえずっていうことで、まあ、そこから、ね、例えば1日2日であろうが、何であろうが、もう二重国籍経験者なので、いつ行ってもそんなに変わらないんです。で、今回ちょうどね、当時だったら私 YouTube やってないからこんなことできないんだけど、今回もうやってたおかげだし、自分もほら国籍の話とか出してるから、もういちいちみんなにどうしたのって聞かれなくても、今回ここでちゃんとほらプロセスをさ、取っておけばわかるじゃないと思って。なんかその3ヶ月っていうのがね、なんで3ヶ月なのかがよくわからなくて、多分ね、申請者が増えていった場合、まあ、減ることはないと思うの、増えると思うの。た時にね、絶対3ヶ月なんて無理じゃない、きっと。でも、まあ、今間に合ってるかわからないけどね、私もう終わっちゃってるから。た時にさ、みんなそれ撮るたびに、間に合わないんだ間に合わないんだみたいな、
なんかちょっとそういうもやっとこうなんか罪悪感っていうかで自分のせいでもないわけじゃん、出せないのは出せない、もらわなきゃ出せないんだから。そこがさ、行く前に書類をね用意しないと急に行きたくなっちゃってもね。それで今フランスにある、まあ、日本の大使館のホームページを見て、私は一体何の届けを出すのか調べるんですけど、国籍関係のね届け出のところに書いてあったのが3つの中から選ぶんだって。1つ目は国籍喪失届け、これはね日本の国民が自分の希望で外国の国籍を取った私みたいなケースの時に出す届け出で、もう1つはほらこっちでね日本の子でもこっちで生まれたらフランス人になれるので、で20歳、まあ、までに達するまでに決めるんですって、どっちにするか。その届けは国籍選択届けと言って、まあ分かる。でね3つ目がよく分からないの、これ何っていう、国籍離脱届けだって。日本国籍の他に外国の国籍を持っている場合は法務大臣に届けることによって日本国籍を離脱することができますって書いてあるの。え、ちょっと待って、国籍さ二重認めてないのにどうしてさ日本国籍の他に外国籍を持ってる人ってこうなるのかな。なぜあるんだこの手続きみたいな、一体誰ができるんだっていうかさ、誰がさ認められてどういう人だったらその日本国籍の他に外国籍も持てちゃうのみたいなさ、不思議じゃない、すごく謎よこれは。で私の必要な書類はまず届け出用紙は向こうにあるでしょ、それとフランスの国籍をこうもらったよっていう証明書を持ってくのね、それとそれの訳文、日本語に訳して誰が訳したかも書いて持ってく。でもそれは自分でやっても大丈夫だから自分の名前書いて私が訳したみたいな風にして、ね、こういうのでスマホとかで訳して、まあ、持ってくと。それと4個目がフランスの国籍などを証明するもの、身分証明書。そして5つ目が日本のパスポートを。それと6番目はね、外国国籍取得後3ヶ月以内に届け出なかった場合は遅延理由を2通って書いてあるの。日本国籍のねその状態にしておきたかったから言ってなかったんじゃないの。これが屈辱だったのよ私は。終わった。なんかねすごい良かったのが遅延のね理由を書く紙が2枚あったはずなのに、それねなかったの、書かなくてよかったの。なんかねそれだけがすごい良かったね。それを書かされるってことがすごくなんか犯罪犯した的なさ、私にはそういう風に感じてたのね。それを書くってことはその違法したんでしょあんたみたいな。まあ遅れて出したのはね良くないことだけど、結局あの時出してたらすごいずっと今でもなんかその遅延証明出さなきゃいけなかったみたいので結構ね根に持ってたと思うのだけど、今何もねそういうのを要求されずすんなり受け取ってくれて、まあ無事にお返しできたということで、非常にこう日本を愛する気持ちがちょっと増しましたね。いやよかった、みんなにさちゃんと見てもらえるじゃない。まあ館内はね撮影禁止だから、そうパスポートももう使えないようにこうやって穴が、結構さ穴開けて返してくれるっていいよねっていうのが、ほら一応さ思い出があるじゃない、最初に、ね、来た時のこととかさ日にちとかもそれでさ分かるじゃない。でやっぱパスポートって私にとってはなんか日記帳以上のこう重みがあるような気がして、でそれをまあ穴開けてでもね返してくれるってことはなんかこうアルバムがそのまま残ってるっていう感じがね非常にこう嬉しいですね。ちなみにフランスの場合は国籍を取った人をねインターネットで調べることができるの。ちゃんとねそういうサイトがあって、それを見ればその人の国籍と名前とか生年月日出てたかな、ちょっと忘れちゃったけど、なのでねそれをチェックしてれば誰が取ったかなんてね本当は分かるんだけどなとか思って。
ずっとモヤモヤしてたけど、今日は日本国籍喪失記念日なんて清々しい気持ちでいたら、実は遅延理由書をもらっていないと連絡が来ました。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここつんちゃ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 よろしく。 Thank you.